それから敷くんですかね。あーちょっと人間嫌いなやつ、スピード上げちゃった。これね、なかなか無理だからね。行き先を見といて、まあカバーとかに刺せば。あーでも全然こっちの方に、まあああいう感じでなんか適当にそっちとかにどんどん入っていくんで、そしたらチャンスタイムが。やばいっすね、ここのバスやべえ。スレスレポイント高いっすね。スレスレポイント1級です。いるけどな、ちっちゃいな。こういうちっちゃいのと一緒にたまに親分サイズがクルーズし、この中とかも遠距離で狙うと結構行くと、あいたんだみたいなやつがいるんで、ちょっとゆっくりそっちのブッシュに近寄りながら探索してきますけど、ここは濃いたちがいっぱいいるのか。いや見えないですけど、とりあえずあいた。今エビすごいっすね。見えなかったけど投げたら湧いてきて取れっかな。やっぱり見えたら遅いんだな。おおでかいぞこれ。いけそうっす。おっしゃー夏の亀山ダム上流に来たら釣れました。ちょっといいサイズ、ね、40ぐらいあると思うんですけど、今エビ丸飲み。
見えてはいなかったんですけど、投げたら、スーッと寄ってきて、で、パクッと、躊躇なく、食いついてくれました。青木プロの作った、ちっちゃい針をつけて、で、こんな感じで、いいサイズでしょう。ね、お、体が43センチぐらいありますね。はい、43センチゲットです。じゃあ行きましょう。ありがとう。で、これね、最新買ったばっかりの今エビ、あ、一匹釣ったら毛がずるっと抜けて、あ、こういうか、こういう部品が入ってるんだよね。一体成形の。なくなったらただのトライデントに戻っちゃったのかな。まあまあ、引き続き、頑張ってみます。